ちくわとかまぼこ、かまぼこ派。はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日はヒップドロップ耐久、聞いたことある人いるかな。略してヒップ耐久って言うんだけど、今日はねこれの説明をしていきたいと思います。で、今俺が適当にコース作ってみたんだけど、一回このドアを入ろうか。そしたらこういうステージがよくあるんだよね。まあここを普通に降りていくと、そう、右側のドッスンより先に落ちてしまうとマリオが死ぬっていうステージがよくある。だから右側のこのドッスンより早く落ちないためには、さっき言ったヒップドロップ耐久、まあ略してヒップ耐久が必要になるんだ。で、そのやり方としてはマリオをまずヒップドロップさせる。で、ヒップドロップさせてる間に十字キーの上ボタンを押してヒップドロップキャンセル。普通のヒップドロップであったらマリオがドスンって下の床にお尻が当たるんだけど、ヒップドロップのキャンセルをすることによってお尻がドスンってならない。で、さらにこの空中スピンを交えることによってヒップ耐久ができるんだよね。具体的なやり方としてはヒップドロップ、そしてヒップドロップをキャンセルさせる十字キーの上、もしくはアナログスティックの上、そしてヒップドロップをキャンセルして空中スピン、これを繰り返しやることでヒップ耐久ができるようになる。まあヒップ耐久をすることによってマリオの空中での耐空時間がすごく長くなるから、こういう駆逐ステージではよくあるテクニックで、実際にやってみるとこんな感じ。こんな感じで下にいる敵をドッスンが倒してくれて次のドアに進める。これはね、鬼畜コースをやる人たちはぜひ覚えておいてほしい。まあそれぞれヒップドロップするタイミング、そしてキャンセルするタイミング、そして空中スピンをするタイミングがあるわけだけど、マリオがヒップドロップをして下に落ち始めるときに上、これがヒップドロップキャンセルのタイミング。え、次はキャンセルの後の空中スピンのタイミングだけど、ヒップドロップのキャンセルができたらすぐにも空中スピンに入っていい。まあ、R1 もしくは L1 ボタン、まあ、ZR とか ZL でもできるんだけど、大体の人は R1 とかでやるんじゃないかな。で、次は空中スピンをやった後のヒップドロップのタイミングなんだけど、それはね、もう空中スピンをしたらすぐね、もう下ボタンを押してていい。 R1 を押した瞬間にもうすぐ次のヒップドロップに入っていい。地上だったら2回ぐらいギリッギリでできるけど、まずね、地上で1回での練習をやってみよう。そして最後によくあることなんだけど、右側にいるドッスン、ヒップ耐久でドッスンを落とす羽目になることが多いんだけど、これね、マリオが左側の方にいたらドッスンが落ちてこないから、こんな感じで。だからドッスンがいるときはギリギリね、ギリギリドッスンの近くまで行ってこうヒップ耐久をするようにしよう。まあ、これをすることによってヒップ耐久が必要になるコースもクリアできるっていうわけです。それじゃあ今日の動画はここで終了したいと思います。最後まで見てくれてありがとう。本日のあるある、シャンプーをしてみると少し違和感があって、ボトルを見てみたらボディーソープだった。